その後、長い歴史の中で地理的な発見が続き、アジアは極東、日本まで含む地域が知られるようになり、アフリカはアフリカの南端のところまでヨーロッパ人の知識の中へ知られるようになりました。そのためアジア、アフリカというのは大変広い地域を指すようになり、その中にいろいろな地域を含み込むことになっております。これらのアジアの中の複雑な地域的な区分を生むものは、その土地の環境といいますか、地理的な違い、それから生活の仕組みの違い、それから歴史文化的な違い、政治あるいは国家の違いというものなど、複雑なものが組み合わされております。私の立場は、この歴史的に文化的な交流が盛んであった地域の区分というものを重視して、アジアの中の区分を考えております。